進捗度を測る。それは精密、正確を追求する生産現場においてなくてはならない大切な作業です。直線運動の進捗度を測定するとき、重要とされているのは上下のズレを意味する垂直、横の水平、物体の中心から上下方向の回転による角度変異のピッチング、同じく横方向の回転による角度変異であるヨーイングと言われています。従来の方法では1回で1つの要素しか測れませんでした。また1つの要素を測るたびに段取りや調整が必要で、手間と時間が発生していました。中央世紀、レーザーオートコリメータはヨーイング、ピッチングを1回で測定できる装置です。従来の方法に比べ 20-30% 程度の時間短縮が期待できます。環境要素でのばらつきをカウンタが自動的にフィルタリング、高精度で安定した測定が可能です。最新機種ではカウンタとモニタを一体化することにより、測定ポイントを画像で確認ができます。現場でのセッティングがさらに簡単にでき、作業性が大幅に向上。例えば枠からはみ出ると NG のように直感的な合否判定が可能となり、検査時間の短縮に貢献いたします。また専用のソフトを使用し、豊富なデータを素早く処理することができます。より便利にお使いいただくために、三脚や各種測定用ミラーなどオプションも豊富にご用意しております。中央世紀レーザーオートコリメータはオプションを組み合わせることで様々な測定にお使いいただけます。次に、1回で垂直、水平、ピッチング、ヨーイング4つの要素を同時に測ることができる中央世紀の進捗度測定器ストレーターをご紹介いたします。進捗度の測定に熟練の技は必要ありません。そのポイントは可視光 LD 光源の採用。測定ポイントが直接見えますので簡単にセッティングができます。検出ブロックに微調整機構を採用し、セッティングが素早く行えます。検出ブロック一つで測定できますので、狭い現場でも活躍します。4つの要素をたった一度で測定できる中央世紀の進捗度測定器ストレーターは進捗度測定のベストパートナーです。小スペースで高性能、お客様の進捗度測定にかかる時間やコストの節約にお役立てください。進捗度測定にかかる時間やコスト、本気で考えてみませんか？私たちにお任せください。